おお、異教の神んなぎよ、そなた天に愛されしこかえおっちゃん何何を知らんけどうちそんなんちゃうでなんとそなたはまだ天意を知らぬかその力は天より授けられし者であろうに知らん知らん うちちは、だっきちゃんが大好きなだけ力とかはそれでつこてるだけやしいいなそれでは人々を新たな天へと導けぬ目を覚ますのだ卑弥呼よもうなんなん聴覚やったっけあんたちょっとしつこいでまんと天意を得た我をそのように愚弄するとは。 うち行くでもうあんま声かけんとってなうん我、れ今新たな転移を得たりこの地での我れの使命はかの者を導くこと君こいは我れが必ずやそなたを人々を導く天の子として目覚めさせようぞ 子よ立派な働きである天もそなたの活躍を喜んでいるであろうああもうまだそんなこと言うてるんええかげにしんやうち天やなんやそんなややこいもん知らんしうーんよいそなたはそれでよいのだその無垢な心が進む先は と天に通じようじゃょ今度は何なん,なんやめやめてやうちのこと優しく見守ってるみたいに見んといておっはが慈合いを介するまでになったとは「天読みませい人々を導く神薙、卑弥呼の成長を」ほんまンな何なん でもうちのことを気にしてくれるんはまあ言うほど嫌やないけどうちはあんたの気持ちなんて知らんけどそんでえっちゅんならやったるでどこまでもうちの力で進んだんー、ねうん心のままに進んがよい天に愛されし子よ 我はこれより先もそなたを見守ってゆこうぞひみこ今ままで世話になったありがとうああそんなえええ気にしんといてあんなんたり前のことやんたいしたことあらへんわれがごとき 脇役妖魔に、お前はとても親切だったアホ自分で自分のこと脇役や言うたらあかん人はな誰もが自分の人生っちゅう物語の主役やあんたにはあんたの良さがあんねんで我の良さがせや なんや、土偶ちゃんらに似てるしめっちゃかわいいそのガーッとした感じとかめっちゃかわいいやんおおガーッととはとのちゃん最近、よう膝抱えて座ってるけどどうしたん落ち込んでんの うちと一緒なんがそんないや土偶に似ている以前そう褒められたゆえ真似をしていたアホあんたにはあんたの良さがあんねんってうち言うたうち言うたよなあ土偶ちゃんのものまねがあんただけの良さなんか あんたはドグーちゃんとちごてるんやであんたはかわいいうちの大事な友達なんやそんなんも分かってくれへんって悲しすぎるな泣かせるつもりはえもしかしてうち勘違いしてたドドちゃんうちのことを笑わそうとしてたあー気づかんでごめんめっちゃ滑らしてたやん <laughs> そういうわけでもないが卑弥呼が笑ってくれてよかった。